ヒヨシアキララは日本の女性モデル、レースクイーン、イベントコンパニオン、グラビアモデル、シードエンターテイメントリベラエイミー所属。2019年4月1日からは活動名義をアキララとしている。神奈川県相模原市出身。高校在学中からアキラ名義でモデルとして活動を開始する。高校3年時の2014年、スーパー耐久。 ST4 クラスチームリークのレースクイーンとして RQ デビューを果たす。同年にはスーパー GT エープリルエンジェルも務め日本レースクイーン大賞新人グランプリに選ばれる。2015年1月10日の東京オートサロンにて同年のモービル1レースクイーンに選ばれたことを発表。モービル1レースクイーン史上初の平成生まれで初の1990年代生まれであった。 同年にはミスワールド2015日本代表のファイナリストに選ばれたが受賞はならなかった。2016年1月17日の東京オートサロンにてモービル1レースクイーンの座を藤波祐希に譲るとともに一旦はレースクイーン卒業を表明する。同年4月にはシュートボクシングのラウンドガールに就任。2021年現在も継続して ラウンドガールを務めている。2016年9月、本名の日吉明ららとして、シードエンターテイメントからリベラに移籍するもパッとせず、2017年1月より、現在のエイミーに移籍。同年5月、全日本スーパーフォーミュラ選手権の RD に、岡山から18号車の KCMG エンジェルスとして、レースクイーンに復帰することを発表する。同年9月4日、 ヤクルトホールで行われたトップモデルコレクション2017に出場し、純グランプリを受賞した。2018年2月11日から12日の大阪オートメッセと2月25日の名古屋、オートトレンドでは当時のモービル一レースクイーンだった小林沙やこと共演。2021年は同じ事務所の島田美彩と共に SSYG レーシングウィズストゥディのイメージガールとして、 スーパー耐イ s t z クラスのレースクイーンを担当。自身7年ぶりのスーパー耐イ r q となった。当時プラチナムプロダクション所属。現在はベビーブルーに移籍し、有機化に改名。当時スーパーウィングに所属。2017年から3年間にわたりさ、先ありとコンビを組んだ。現在は戦術の有機化と同じベビーブルーに移籍し、ビアオイさやかに改名。 共演、石川綾香、島田美祭、白石水穂、千倉里奈、平野安里共演、千倉里奈、木更木さえ、椿原愛、岩瀬結菜共演、岩瀬結菜、千倉里奈、米倉美優、市川由香、島田美祭共演、ただなつみ、ふな、清雄、この日のレースでは、モービル1の相方だった、北にゆりが、イベント MC を務めていた。 雑誌動画 ABCD トップモデルコレクション2017ファイナリスト日吉明ら YouTube 2021年7月18日閲覧 AB シュートボクシング公式シュートガールズがラウンドガール裏話を公開シュートガールズ紹介から YouTube 2021年7月18日閲覧 ABSS YG Racing With Study 2021スーパー耐久参戦体制発表 YouTube 2021年7月18日閲覧ありがとうございます